よ。失礼します。トトリ様はいらっしゃいますか？ルーフェスさん、私にご用ですか？はい。トトリ先生帰っちゃうの？はい、アーランドから帰還要望が来ています。何やら至急の案件ですぐに戻ってきてほしいとのことで、残念ではありますがお引き止めすることはできません。私、ロロナ先生の代わりに派遣されてきたんだっけ。そういうことなら一度帰ろうかな。ロロナ先生は子供になっちゃったけど。ダメです、トトリ先生帰らないで。メルルちゃん、私、先生がいないとダメです。だってまだ半人前だし、わからないことたくさんあるし、トトリ先生がいなくなったらこのアトリエ爆発ばっかりしちゃいますよ。今のメルルちゃんならそんなことにはならないと思うけど。いかがいたしましょう。アーランドから来ているのはあくまで帰還要望であり命令ではありません。ルーフェスさん、少し考えさせてもらっていいですか？もちろんです。詳しいことはこの書簡に。それでは失礼いたします。トトリ先生、アーランドに帰ったりしませんよね？ふふーん、簡単簡単。
かを。
じでお願いしようかな。どっちにお願いしようかな。あ、何よ、どんな感じ、いや、あ、何よ、どんな感じでお、よし、どれを使おう。
を使おう。どれを使おう。これでよーし、で、どの特性をつけよう。メルルちゃん、ちょっといいかな。お話があるんだけど。お話って、前に言ってたアーランドに帰るって話のことですか？あれからいろいろ考えたんだけど、やっぱり一度帰ることにするよ。本当はこっちでのお仕事が一段落するまで。わかりました。先生が決めたことですから、私は止めることはできません。私、次に会える時までに一人前の錬金術師になっておきますから。メルルちゃん、聞いて。私、アーランドに戻っても。ごめんなさい、今は何も聞きたくありません。あ、メルルちゃん。トトリ先生がいなくなっちゃう。そんなのやだ。今まで先生がいるのが当たり前だって思ってきたのに、急にいなくなっちゃうなんて。やだやだ、トトリ先生と別れるなんて絶対にやだよ。道中お気をつけて。と言ってもトトリ様には無用の心配だとは思いますが。ありがとう、ルーフェスさん。姫様、見送りに来ないつもりでしょうか？それならそれで仕方がありません。トトリ様の出発をこれ以上遅らせることはできないでしょうし。メルルちゃん。私、探してきます。多分近くにいると思いますから。あ、ケイナちゃん。そんな大げさに見送りされても行きづらくなっちゃうし。それはそうですが。それじゃあ、行ってきます。わかってる。トトリ先生がいないのは寂しいけど、二度と会えないわけじゃないし。アーランドは少し遠いけど。ですから、メルル、実は。いいの、ケナ。トトリ先生、今頃どうしてるのかな。ただいま。思ったより時間かかっちゃってごめんね。トトリ先生。ヘルルちゃん、お留守番ありがとね。これお詫びってわけじゃないけど。もともとトトリ様が戻られるのは一日だけの話だったのです。本当はすぐに帰ってくる予定だったんだけど、お姉ちゃんに引き止められちゃって、結局少し長引いちゃって帰ってくるのが遅くなっちゃった。それにしては帰ってくるのが早かった気がしますけど。トラベルゲートを使ったからね。あっという間だよ。トラベルゲート？ちゃんは知らなかったっけ？これはね、一度行ったことがある場所に。確かに、それならすぐ行って帰ることはできるみたいですけど。でも先生、そうならそうと言ってくれてもよかったのに。
ちゃん、私が言おうとしたのに全然お話聞いてくれなかったじゃない。うわ、それはそうかもしれませんけど、とにかくトトリ様がアーランドに戻るというのはもともと1日だけのお話だったというわけです。ルーセス、知ってたなら教えてくれてもいいじゃない。姿を見せずに不適されていた姫様にどう説明しろと。それにエイナには詳細も含めて。え、そうなの？ごめんなさい、何度も言おうとしたのですが、メルルが。そのところでメルルちゃん、私が戻ってくるまでに一人前の錬金術師になるって。もう一人前になった？先生、意地悪言わないでください。これでいいか。これでいいのかしら。はい、受付か。わかったよ。で、あ、メルルちゃんなら。
おう、どれを使おう、どれを使おう。ふふーん、簡単。ふふーん、か、どれを使おう。ふふーん、か、何を作ろうかな。ふふーん、どれを使おう、どれを使おう。これで、よし、で、どの特性をつけよう。何を作ろうかな。ふふーん、どれを使おう、どれを使おう、どれを使おう。よし、で、どの特性をつけよう。ふふーん、簡単。どれを使おう、どれを使おう。これ、よし、できた。どの特性をつけよう。何を作ろうかな。ふふーん、簡単、簡単。どれを使おう、どれを使おう、どれを使おう。お、よし、で、どの特性をつけよう。挑戦しようと思ってた新しい調合を。邪魔をするぞ。ほう、常に向上心を持って錬金術に向き合っているようだな。あ、はっちゃんだ。はっちゃん、ご本読んで。そういった要望はここにいる連中に頼めと言ってあるだろう。私が読む必要はないはずだぞ。今日は落ち着いて話もできないようだ。また日を改める。帰っちゃった。何の用だったんだろう。よく来た。ど、
し、で、どの特性をつけよう。はめちゃくちゃな人だってトトリ先生も言ってたし。メルルちゃん、私そこまでは言ってないよ。少し変なところがあるかもってくらいで。そんなの言い方がちょっと違うだけですよ。だってロロナちゃんもあの人のせいであんな方になっちゃったんですよね。まあそれはそうなんだけど、やっぱりアストリッドさんは天才だから。ほう、師匠の師匠の師匠に対して陰口を叩くとはいい度胸だな。表では取り繕っておいて裏で罵詈雑言とは、私も悪い孫弟子を持ったものだな。うわぁ、アストリッドさんいつの間に。別に悪口を言ってたわけじゃ。言葉だけでは信じられんな。まあいい、今はあのロロナもいないようだし。はい、私にできることだったら何でもお手伝いさせていただきます。いい心がけだ。ではまずは私のアトリエに来てもらおう。詳しい話はそれからだ。わかりました。準備できたらすぐに。すぐに言ったの？その言葉しっかりと覚えたからな。では待っているぞ。大丈夫だよメルルちゃん、取って食べられるようなことはないはずだから。多分きっと。そんな不安になるようなこと言わないでくださいよ。
ました。アストリッドさん遅かったな。待ちくたびれたぞ。お前を呼んだのは他でもない、錬金術の未来についてお前の意見を聞きたいと思ってな。お前は錬金術が今後さらに発展していくのと衰退するのと。はい、そりゃもちろん発展すればいいと思いますけど。そうだろうそうだろう。では早速実験台になってもらおうか。そんないきなり実験台だなんて何のですか。ロロナを元に戻す薬に決まっている。私も一緒に薬を飲んだことは前にも話した通りだ。しかしどうも薬の後遺症のせいで元に戻す薬のレシピの肝心なところを忘れてしまったようでな。とりあえずは記憶の糸と残されていた資料の情報をたどって、まずは若返りの薬を試作してみた。この薬の調合に成功していればあとは簡単、逆の効果を持つ薬を調合すればいいというわけだ。というわけで調合したばかりの若返りの薬、お前に飲んでもらおう。そんなの飲みたくないですよ。アストリッドさんが自分で飲めばいいじゃないですか。ダメだな。もし薬の調合に成功していて私が若返ってしまったらどうする。それにお前は先ほどできることなら何でも手伝うと言ったではないか。そういうわけじゃないですけど、その若返りの薬がロロナちゃんの時みたいに効きすぎたらどうなるんですか。そうだな、お前の歳を考えると言葉も喋れない赤ん坊あたりまで若返るだろうな。そんなの絶対嫌です。もうすぐ大人になれそうなのにまた最初からやり直しだなんて。錬金術の発展にこの身を捧げたいというさっきの言葉は嘘だったのか。まったくとんだホラ吹き王女だな。そこまでは言ってませんってば。嫌がられれば嫌がられるほど私は燃えてくるたちでな。是が非でも飲んでもらうぞ。さあ覚悟を決めておとなしくするがいい。入らない材料を使っていたから。そんな貴重な薬だったんですか。ああ、これで研究は振り出しに戻った。これではアーランドの錬金術は発展どころか大きく衰退してしまうだろう。ごめんなさい、そんな大切な薬だなんて知らなくて。言葉で謝罪されてもな。ここはやはり行動で示してもらわなければなるな。ですか。今お前の手によって失われた若返りの薬、お前が調合してみろ。そんな難しい薬私には無理です。自分の行動に責任を取れんというのか。逃げることは許さんぞ。はい。とはいえいきなりお前に調合しろと言ったところで土台無理な話というのも分かった。そうだな、まずはお前の力量を測る意味でエリキシル剤からより効果の強い薬のレシピを作って。エリキシル剤から新しい薬をですか。それができないようではこの薬を再現することなど到底できんだろう。はい。では朗報を待っているぞ。やっぱりアストリッドさんの思惑通りになっちゃった気がする。でもどうしよう、私レシピの改良なんてやったことないのに。エリキシル剤より強い薬か。いくら考えても仕方ないか。でもいくらエキシル剤のレシピを見てても何も浮かんでこない。メルルちゃん、
エリキシル剤がどうかしたの？あ、トトリ先生、実は…なるほど、エリキシル剤のレシピからもっと強い効果の薬を作れか。はい、でもどうすればいいのか全然わからなくって。そうだ、トトリ先生ならレシピの変え方もわかるんじゃないですか。そうだね、協力はできると思うけど、いい機会だし、メルルちゃんが一人で頑張ってみたらどうかな。考えてみようよ、レシピを変えるのって。言われてみれば確かに、同じ材料として使える素材って結構ありますもんね。そうそう、それと同じことだよ。そこからもう一歩踏み込んで、なるほど。でもそんなに難しそうなこと私だけでやれるんでしょうか。大丈夫、エルルちゃんが頑張ってることは私が一番よく知ってるもの。まずは焦らずに、新しい材料を見つけたらじっくり考えてみよう。トトリ先生にそう言われたらなんだかできそう。これだよ、これこれ。おかげで長年の夢叶えられそうだ。どういたしまして。今から出発ですか？ああ、いい結果期待しててくれよ。じゃあ行ってくるぜ。生き生きしてるな。馬車の仕事をしてる時とは大違いだよ。どれを使おう。あっ
作ろうかな。何を作ろうかな。ふふーか、どれを使おう。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 よし、始めるよ。どの特性をつけよう。ふふーん、簡単簡単。ふふーん、どれを使おう。どれを使おう。どれを使おう。これ、よし。で、どの特性をつけよう。こいつでいいか？はいよ。いつ？ドイツ。
こいつでよし。おいおい、それじゃ、心配には及びません。自分でできますから。今無理やり外れた肩直しちゃった。痛くないのかな。それにしてもあんなに強いステルクさんがこんなにボロボロにされちゃうなんて。上には上がいるものですよ。実はジオ様と決闘をしておりました。決闘？ジオ王子様と？ご覧の通りのありさまでまた逃げられてしまいましたが、あの昔ステルクさんがジオ王子様を追いかけてたのは、でももうおじ様は王様じゃないし、ステルクさんがおじ様を追いかける必要もなく。それはまあその通りなのですが、私がジオ様に挑むのはそんな理由はもはやどうでもいいのです。困った方なのは確かですが、あの圧倒的な強さと深い懐が見せられて。見せられてですか？メルル姫にこのようなことを言うと笑われてしまうかもしれません。あの方は私の憧れの存在でもあるのです。憧れの人に追いつき、いつか追い越したい、そういうお気持ちは姫様にはありませんか？憧れの人に追いつき追い越す、わかります、すごくすごくわかります。
私もいつかトトリ先生に追いついて追い越しちゃうような立派な錬金術師になりたいですもん。立派な心がけです。お互いに目標が果たせるように。はい。攻めてきても押し返せるよね。砦の守りはこれでよし。でもこれで満足しちゃダメだよね。リザードくらい簡単に倒せるように私自身が強くならなくちゃ。だとするとやっぱりどこかな。誰かいいお師匠様はいないかな。それじゃあ、ここにはまだ私の店にはない新素材があるような気がするのよね。というわけで、まずはこの一帯をくまなく調査してみ。こんなところかな。私もヘトヘト。一休みしたら行ってみようよ。しかし
こうやってメルちゃんと一緒に旅をしてると冒険者もいいなって思って、開拓地に来て魔物倒して素材を集めて、商売にはない面白さがあるよね。私も思い切って冒険者になっちゃおうかしらね。フアナさんならなれるんじゃない？私だって錬金術と開拓を一緒に、うん、メルちゃんと一緒ならなんだかやれそうな気がしてきたわ。彗星のごとく現れた二人の美少女冒険者。わー、面白そう。美少女ってところがちょっと恥ずかしいような。でも話題になったらアトリエにも仕事の依頼がたくさん来るかも。まだまだ甘いわ。冒険の経験をちょっとばかし誇張して本にして売れば儲かるわよ、きっと。やっぱりフアナさんは商売人に向いてると思う。そうかもね。さ、そろそろ休憩はおしまい。え、もう？別に休んでてもいいけど。それは困るよ。私だって素材探しに来たんだから。心配しなくても大丈夫。私が取ったものは店で売りに出すから後で買ってちょうだいね。ちょっとダメ。フアナさんだけに美味しい思いをさせないんだから。敵なしってね。やったー、先に攻撃できるよ。さあ、やっ、へへー、フアナさんに敵なしってね。それじゃあ、you
板何が書いてあるんだろう。どういう意味だろう。何のことを言ってるのかよくわかんないね。これ前にアストリッドさんが言ってた無限回廊のことかも。よし、かかってきなさい。よいしょっと。へへー、桑名さんに敵なしってね。一気にやっつけちゃおう。桑名さんに敵なしってね。チャンス、押せ押せでいっちゃおう。とーとりゃー。へへー、桑名さんに敵なしってね。また強くやったね、レベルアップ。それじゃあどこに行こうか。